こんにちは、森本です。今回は How to DJ ハウステクノ系の楽曲の選び方編となります。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今回は DJ がですね、 DJ をするときに使っている楽曲の選び方についてですね、お話しさせていただきたいと思います。今までですね、いろいろと How to DJ ということで、こうミキサーの使い方を中心にですね、解説動画を発信していましたが、まあ、楽曲のですね、選び方はこう DJ にとってものすごくもう重要なポイントなので、ぜひ、初心者 DJ の方はですね、この動画を最後まで見ていただきたいなと思っております。何しろですね、まあ、自宅で楽曲をセレクトしている時から DJ が始まっているっていう、こう名言があるぐらい、楽曲を選ぶのってすごく重要なこととなります。とはいえですね、楽曲の選び方はとても奥深いので、今回はですね、その中でも基本の入り口部分をですね、しっかりと解説させていただきたいと思います。それでは、今回のポイントはこの3つとなります。1、自分がその曲を本当に好きなのか。2、ブレイクの内容を確認する。3、あなたがどこで DJ をするのか。この3つのポイントはですね、ものすごく重要なので、可能な限りですね、わかりやすく解説させていただきます。それでは、早速1つ目のポイントのお話をさせていただきます。1、自分がその曲を本当に好きなのかなんですが、これですが、まあ、楽曲を選ぶ際にですね、一番重要なこととなります。当然皆様はですね、自分の大好きな楽曲だけを選んでいるかと思いますが、DJ を続けていくと、ついついですね、この楽曲だったら喜んでもらえそうとか、この楽曲はですね、踊らせるのに最適なのかもしれないというふうにですね、楽曲をですね、選ぶ基準が自分の審美眼であったりとか、自分の好き嫌いっていう基準とですね、ずれてしまうことがごく稀にあります。これはですね、絶対にダメな行為だと思います。僕はですね、あまり人のやり方にですね、絶対っていう言葉をですね、使いたくないんですが、ここだけはですね、強く言わせていただきます。なぜなら、DJ っていうのはですね、自分が好きで自分が信じている音楽を発信しているから、まあ、存在意義があるんですね。それを受けそうだからという理由で楽曲を選ぶなら、それはですね、もう人間がやらなくて、コンピューターであったかもう AI が勝手にやればいい話なんですね。多くのクラブミュージックファンは DJ の選曲をですね、楽しみにしております。ケイン・シーさんがセレクトする楽曲であったりとか、ニーラ・クラビッツがセレクトする楽曲、ブラック・コーヒーであったりとか、グリーン・ベルベットがセレクトする楽曲であったりとか、それをこうミックスする技、そういったものをですね、楽しみにクラブへ足を運んだりとかしますし、または YouTube などで動画をですね、見たり聞いたりするために検索しますよね。なので、あなたが DJ をするときに、あなたの存在意義は、あなたの信じている音を発信することなんですね。だから、楽曲を選ぶときに、みんなと同じような楽曲であったりとか、逆に奇をてらうような楽曲を選ぶ必要はないんですね。まずは自分が好きな楽曲っていう基準をしっかり満たしているものをたくさん揃えていきましょう。これは自己肯定感が強い人はですね、間違いなく我が道を行くので、自分の好きな曲しかこう揃わないんですけれども、僕みたいなですね、ちょっとこう気が弱い人間はこの過ちにですね、ついついこう陥ってしまうことがありますので、気をつけていきましょう。自分の好きな曲をちゃんと揃えていきましょうと言っておりますが、もちろん自分よがりの DJ は絶対にダメです。 DJ の重要な仕事はお客さんを喜ばせて踊らせるっていうことになりますので、ここだけは注意していきましょう。なので、僕も含めてですが、DJ は自分が好きな楽曲をどうやってフロアにいるお客様と楽しく共有できるかを考え続けなければなりません。これはですね、トップ DJ になればなるほど、本当にセレクトされている楽曲はそのアーティスト DJ ならではの選曲になっていますし、それをこうミックスする技っていうのはですね、本当に上手でですね、お客さんと楽しくこう踊るっていうことをですね、共有できているんですね。そこに関してはですね、僕の過去の How to DJ 動画を見ていただき、実際にクラブでよく使うテクニックなどがありますので、参考にしていただければ幸いです。とにかく、まあ、自分が愛せる楽曲を選んでいきましょう。ただデメリットとしてはですね、まあ、レコードが捨てれないので、まあ、レコードが永遠に増えていくところですかね。そして、2つ目のポイントです。ブレイクの内容を確認するですが、これもですね、とても重要です。テクノハウス系の楽曲はですね、基本的に展開が少ないため、分かりやすい展開はですね、このブレイクのみとなります。なので、このブレイクはですね、フロアのテンションを上げたり下げたりコントロールするためにですね、すごく重要なポイントとなります。では、ブレイクって何ですかっていうところなんですけども、ざっくりなんですけども、ブレイクっていうのは楽曲の中でも低音部分で一番存在感が強いキックやベースなどの音がなくなる部分のことを指します。その構成方法はですね、効果音だけに
になったりとか、まあ、細くなったキックの音をドンドンドンって音がですね、トントントンってなったりとか、まあ、いろんなバリエーションがあるんですけども、僕は楽曲を購入する時の基準の一つは、このブレイク部分を、ブレイクが始まる少し前からブレイクが終わってキックやベースが入ってきた少し後までですね、確認するようにしております。そこでですね、自分の体が、まあ、踊りたくなったりとか、気持ちが高揚したり感動したりしたらですね、必ず買うようにしております。そういった楽曲はですね、間違いなくクラブでもたくさんの人を踊らせてくれるんですね。とは言ってもですね、ブレイクが平凡でも全体の音質であったりとか構成が素晴らしいとめちゃくちゃ踊れるので、このポイントには絶対条件ではないんですけども、まあ、結構必要条件ぐらいに思ってほしいですね。迷った時の判断基準としてはいいかと思います。あと、このブレイク部分にですね、 DJ が DJ ミキサーについているフィルターであったりとかエフェクターをですね、かけて演出を盛り上げる人が結構いるんですけども、ここに関してはですね、まず有名な DJ のですね、素晴らしいこう DJ 動画を参考にですね、エフェクターのかけ方、フィルターのかけ方をですね、勉強してから現場で行いましょう。エフェクターやフィルター使いはですね、ものすごく奥が深い部分となりますので、まあ、音が変化することにですね、まあ、興奮して安易に手を出すとですね、めちゃくちゃ大きな怪我をするので、ここ気をつけていきましょう。特にですね、初心者 DJ はフロアで踊っているお客さんよりついつい興奮してしまう傾向があるので、冷静さがですね、めちゃくちゃ必要です。結構あるあるかもしれませんが、 DJ がですね、体を揺らしまくってですね、エフェクターやフィルターをかけているけど、フロアのお客さんが、まあ、反比例のようにですね、盛り下がっている傾向っていうのがですね、私は結構見ることがあったので、まあ、相当気をつけてほしいなっていうところです。今はですね、昔のようにですね、レコードではなくコンピューターを使って DJ をしているので、 BPM をですね、簡単にこう合わせられるんですね。なので、このエフェクターやフィルターをですね、駆使する時間が、まあ、DJ に増えてきているので、それを見越した上で壮大なブレイクがですね、楽曲の中に構成されていることも事実だとは思うんですけども、まあ、簡単に手を出すのは気をつけましょう。そして3つ目のポイントです。あなたがどこで DJ をするのかっていう内容ですが、これもですね、めちゃくちゃ重要です。基本的にクラブで DJ するとは思うんですけども、重要なのはそのクラブの規模感ですね。何が言いたいかというと、クラブミュージックにはですね、大きな会場で聴いた方がいい楽曲と、小さい会場で聴いた方がいい楽曲とですね、しっかり考えて作られ分けられてるんですね。なので、その意図をしっかり汲み取る必要があります。わかりやすく理解していただくには、実際にこう YouTube の動画でですね、大きな会場でプレイしている動画と小さい会場でプレイしている動画、これでですね、同じアーティストでもそういった会場違いでやってる動画があるので、ここをですね、聞き比べていただくとすごくわかりやすいと思います。そうすることでですね、かなりこの違い、どういう風にですね、楽曲を分けてるかっていうのがですね、明確に分かってくるかなと思います。例えばですけども、大きな会場では大きすぎるブレイク、つまりブレイク時間がですね、めちゃくちゃ長かったり、リズムを刻んでるパートもなくなって、このフワーっていう音だけで、たまにこう無音になって、そこから大きい音がドンって入る曲もあったりするんですけども、それに対して小さい会場ではブレイク時間が短かったりとか、またブレイク時間が長かったとしても、シャカ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 、こうチキ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 、こうリズムをですね、刻めるパートがですね、しっかりとあったりするんですね。つまりですね、大きな会場は壮大な音響効果や世界観がですね、ものすごくこう気持ちよくですね、心に届くようになるんですね。お客様の心にしっかりと。逆に大きい会場だと、細かい音の配慮をですね、しているような楽曲はですね、本当伝わりにくいんですね。ちょっとずつ音が変化しているものとかは、あんまりこうわからないですかね。音がまあでかいっていうのと、あとはスピーカーからの距離感とかもあるので、細かい音までやっぱりこうお客さんとしてもですね、楽しめなかったりとかするんですね。なので、そういったですね、なんか細かいこうアクセントがついているようなものとかは、大きい会場ではちょっとあんまり伝わりにくいかなと思います。とはいえですね、日本にそんな何万人も入るようなクラブってそうそうあるものではないので、この海外のフェスで、何万人も入れてるところで盛り上がってる曲っていうものをですね、そのまま、100人規模であったりとか、まあ、何十人規模っていうところで使ってしまうと、こう大怪我をしてしまう可能性があります。反対にですね、小さい会場では、まあ、細かい変化がですね、しっかり伝わるんですね。だからかもしれませんが、こうルーマニアン系のですね、本当にこうアーティスティックな楽曲であったりとか、本当に細かいこう変化のあるハウスとか、そういったものがですね、日本で人気なのは、そういうこのなんですかね、会場の規模感とかも関係しているのかなと思いますね。なんてことをですね、解説させ
せていただきましたが、とはいえですね、有名な DJ が、まあ、100人ぐらいの規模のところでですね、何十万人相手にこう踊らせるような壮大なプレイをですね、しても踊らせているっていうのは実際にあるんですが、これに関してはまあ高等なテクニックが必要となってきますので、ここはですね、まあ、初心者 DJ が最初からこうチャレンジするというのは悪くはないんですけども、まあ、危険かなと思いますので、まあ、初心者 DJ のうちはですね、クラブのサイズにですね、入る楽曲を使用するっていうのが、人を踊らせる近道かなと思います。ということでですね、楽曲を買う時のポイントをまとめますと、自分がその楽曲をブレイクなども含めて、構成も含めて、音もですね、好きかどうかっていうところと、そしてその曲はどこの場所でプレイすると一番映えるのか、そういったところをですね、考えて、楽曲を選んでいただければいいかなと思います。というわけでですね、今回の動画は以上となります。最後まで見ていただいてありがとうございます。これからもですね、皆様の役に立つような動画を作っていきたいと思いますので、応援していただければ嬉しいです。それではどうもありがとうございました。